お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あー、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、うん、あー、強え。どこだけの部分が？お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あー、強いじゃん。え、そんだけだよ。そうだろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、うん、あー、強え。どこだけの部分が多分いけてるんじゃないですか。ガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。オッケーオッケー、はい、じゃあテーブルの上並べてみますか、はい、よいしょ、さあどれから回しますか。一番壊れそうです、はい、ここもパリって、まあ、ただ普段も作り色分かりましたけど、お、強い。え、強い、強い、嘘だろ。パリっていかない。嘘だろ。あー、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、強え。どこだけの部分がついちゃった。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね。この線上だけだよね。そうですね。嘘。ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね。ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うと、それはやめてくださいってやつだよね。すげえ、納得だよね、今のだったらね、はい、次から次、なってる？あれ？さっきの感触と違う？どうでしょう？違う？違います。30分違ってるだけなんだっけ？5時なの？これ30分？そう。そのアルミはあったかい？あったかいです。うん。あ、でもなんかベタつきがあるね、どっかね。ベタつきある？あ、ベタつきあるね、まだね。そうですね、うん、まだベタつきありますね。あ、ダメだ、こダメですか、うん、こっち、あ、なんで場所によって温度が違うからってことかな。混ぜ方悪かった。あの混ぜ方のなんかレクチャーしたんだよね、こう混ぜてってね、はい、うん、なんかまだ甘いような気だね、感じだね、これだとね。甘い。ところどころなんか粘ってるとこもあるな。なんでだ。ダメだ。やっぱり剥がしはせっかくだから明日。もう一回行きます。ミッフィーはどうですか。固まってますか。まだ固まってない。柔らかい。そしたらもう明日だね。
じゃあ理系剤のあれ効き目が違いが出るか。はい、ラミネート品としては OK？ どう？ベタベタ感はなし？ないです。これぐらい仕上がると真空バッグ。そうですね。どう？真空バッグで気泡はどう？大きな気泡はある？で、重量測定と、はい、これの理系剤の効き具合、はい、確認。じゃあ楽しみにしてます。どれから剥離、どれから脱毛しますか？ワックス？はい、おお。おお、ちょっと、OK。行くや。あ、ドキドキするな。最後に持ってこられると。おお、あ、やっぱ PVA が残ってる？そうですね、残ってますね。汚い感じで。うん、おお、ドキドキするな。あ、めっちゃ、あ、めっちゃ楽。おお、すごいすごい。音が違う。それは綺麗、汚い方の面だったっけ？あ、そうですね。それはね。はい。はい。OK。じゃあ、ドキドキしたな。うん、でもこれワックスうまくあれ効いてる方だよね。このレベルだとね、違う？そうですね。うん。ワックス効かなかった時は悲惨だろ。あ、確かに。悲惨経験したことない？あ、一回ある。カレー作る時に一回それになっても全部壊して、うん、ああ、そう。お、これはよく拭き取ったやつ。そうですね、うん、おお、どう？ちょっと重い？かかる？か、変わんない？いや、変わんないですよ。変わんないね、うん。おー、きれい。自慢だ。表面が出てれば表面の反転面が出る。そうですね、うん。わけが分かんなくなっちゃううちに番号振っとく？やっぱ脱毛のあれだよな。え、理系抵抗、脱毛抵抗ほとんどやっぱない感じがするね。素直に脱毛できるね、はい。あとは型に残った感じ、あ、型としてのそのアルミの板に残ってる感じはどう？もう PVA が全部あのこっちくっついてきちゃってます。製品の反転面に。じゃあついでに重量測定までやっちゃう？はい、うん、そのガラスコンテンツがいくつぐらいになるか、いくつになってるか、あ、ちょっと楽しみなんだけど。いいっすか？5.5
4.7 で何倍 6.1 で 6.0 5.3 で硬化剤の方はもっと出にくい、はい、うん、なんだっけ、本体の方のお尻、はい、こうトントントンと叩くとかなんか、うん、そういう風にやって出さないと出てきません。じゃあ逆に寝かしといてあげようか。もうキャップ取ったらすぐ出てきちゃうよ。あフィルム巻くのが慣れてきたみたいだね。慣れてきたよね。4回目だっけそれで。え？そのぐらいになるよね。うん、慣れてきたんだよ。そっち巻きよった。よし。あ、そっち巻きました。6.8 をバインダーでベースとしてあれでしょ、いや、あの FRP やってみると、あの染み込みの具合とか、ね、あのなんでこうめくれてくるあれとか違うでしょ。粘度高いから、はい、やっぱり弾きしにくいでしょ。その代わりちゃんと断芯するかどうか。これでフィルム巻き作業できる頃にはこの紙コップの残りはもう固まり始めて、固まっちゃってるかもしれませんね。ヘッドもつけました。あ、つけた。
あ、匂いがしてきたな。もう固まる。熱吹いてきたのか。あ、来た。あ、匂いしますね。匂いするよね。もう動かなくなってる。ね。じゃあ、こっち去って。あったかいですね。いや、さ、触れないぐらい熱くなると思う。もうちょっと出して。感じるだ。ああ、来てるか。来てる。あ、来ちゃった。どうだったんですか。真ん中から泡吹いてると思う。煙も立ち始めた。そうですね。うん。来た。来た。もうこれは固まってるんですか。固まってる。熱いよ。下触ると。あ、熱い。暑いですね。暑いっすよ。本当に暑い。本当に暑いよ。本当に暑い。ミスター、触ってた方がいいよ。本当に暑いこれ。触ってた方がいい。本当に暑かったよこれ。こいつちょっと溶けちゃって。520ハイブリッド。ここですよね。やっぱ暖かくなってますちゃんと。金属のとこはあっちっちぐらいになってますか。結構厳重にラッピングしてあるね。熱いぐらい。あ、熱いぐらい。ついてない、ちゃんと。ついてない。残念。ああ、本当だ。変形してラッピングのあれ不具合。うん。残念。おい。じゃあそれはあれだよね、壊れる時の壊れ方見れるね。 N1OK、 ラッピングしてから万力とかでバイスかなんかでバーッてやった方が良かったですかね。あ、めくれちゃってるんだ。これがラッピングが悪さしてるんだ。残念でした。そうすると多分全部きてるでもこっちはテープで、ガラステープで巻いたのもあるわけでしょ。あります、うん、ガラステープで巻いたのは多分いけてるんじゃないですかガラステープで巻いてるのも膨れちゃってるとバカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。ダメになってる？いや、じゃあ血管出てないか。あ、そうか、これがこうなってるからこのあれなんだね、歪み出そう、はい、こっちが反対が持ち上がってるんだね、受けにね、悪さしてんだね。そういうことか。そう、出来上がってるか。ダメ？ダメ？膨れてる？ちょっとダメ乗ってる？本当に接着してないところもあるの中で。あ、一部一部
おう。もうこの一応締め終わり。今時点で終わりです。うん、じゃあそれベストピース並べて確認しながらやりましょうよ。でもうロア落としちゃっていいんだよねこれで。そうですね、もう中入ってるものなし。はいね、これは本当に全然接着しろが足んないかもしれないね。うん、残念。ああこっちも接着しろが少ないかもしれないね。こうやって手で剥がせそうだね。で、あの破壊の界面の、うん、仕方、要するにあの、うん、境界剥離か魚種破壊か母材破壊はちょっと望むべくもないって。母材破壊は無理だ。接着剤がどっちの面についてくるかっていう見極め、あの鉄の方についてくるかカボについてくるか、接着剤真ん中で壊れるかどうか。はあ、OKOK。じゃあテーブルの上並べてみますか。よいしょ。さあどれから壊しますか。とりあえず一番壊れそうです。もパリッて。ただ普段も作り色は変えましたね。お、強い。え、強い。強い。嘘だろ。パリッていかない。嘘だろ。あー強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強いよ。あ、強い。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね、この戦場だけだよね。そうですね。嘘、ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うとそれはやめてくださいってやつだよね。すげえ納得だよね、今のだったらね。はい、次行きましょう。よし、次行こう。手切らないよね。いや俺の方が力ないのに。クレーム担当でちょっと。そうだね。うん、あ、え、カーボンが壊れた。境目あたりカーボン壊した。カーボン壊したお前。トレーニングじゃん。もういいね。接着の仕方を見たいのに。おお、いいね。わっ、強い。魚種破壊だもんねこれね。本当に内側ついてないだけだよね。外側のある N2 でこれだから十分だよね、はい。うん、一応安定してるってことだもんね。ちょっと僕も予想以上だな。そのあれでカーボンがボキボキ。おお、いいなぁ。なんかただ僕も自分もやりたい。いや、いいなぁ。おお、取れた。やっぱ俺は悲劇なだけか。そっちについてて、これも、うん、こんなここだけですよ。そこだよね。はい、だからそっちはやっぱ魚種破壊って呼んでいいだろうね。こっちにも少しついてて、でこっちにもついてて、やっぱカーボンの方から。カーボンのこれあのエポキシがやられてる感じだよね。そうですね。ね。
積層したレジンがさ、はい、引っ張っちゃってる感じだよね。そうですね。だよね、うん、だからこっちはカーボンが少しついてる68の材料が、はい、でこれは5520100%ハイブリッドじゃない。ハイブリッドだっけ、違うよね、これ 100% のやつだよね。こっちは多分 100% のやつだよね。5520100%だ、でしたっけ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 、どっちかな、でしたっけ、どっちかな、両方ともハイブリッドじゃないパターンでしたっけ。そうですね、そうです、でしたっけ、はい、そうだよね、はい、じゃあこれは5520100%だ、2つが、いや違う、どっちかが、どっちかが、どっちかです、どっちかがどっちか、はい、じゃあそれは見極めよう。でもあのレベルとするとどっちもいいんだよね。でも明らかにこっちの方が強い感じがした。そうでもない、明らかに、あってほど、どうですか、こっちは相当取れなかったですよね。相当取れなかったよね。とどこで見極めするかというと、どこで見極めしよう、色ですかね。いや色はねほとんど変わってないと思う。うん、これが 100% でこっちがハイブリッド。そう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 、ハイブリッドの方がちょっと明るいからね。そうですね。そうかな、ちょほんのちょっと、そうかな、これで分かる、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 こっちもちょっと暗くないですか。ちょっとだけかね、分かる。じゃあこのこれとこれが共通、あこれがこっちの方が粘度が低そうな印象、これ違うかな、誘導尋問になっちゃうかな、こっちこんだけビッて垂れてる、こっちは少しとどまってる、うん、なんかこっちがハイブリッドっぽいですよね、うん、のような気はするよな。こんだけ樹脂が入ってる、入ってる、流れてる、うん、ハイブリッド。じゃあこれがハイブリッドなのね、 色目といい、なんといい、これハイブリッド、こっち濃い、どう、うん、どっちでもいいけど、これが壊れる、壊れ方、こうか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 、開発してる本人が分かんないんだもんな。うん、でもなんかこれハイブリッド臭いかね。じゃあそれは後で見極めのテーマにしておきましょう。で温度が低くなってるから、さあこれどうやって壊す。絶対手じゃ壊ない。壊さなくてももう納得の強さが分かっちゃったみたいな感じだよね。そらそれでね。ハンマーでやったら絶対カーボンが壊れるだけだしね。うん、壊れる気配ないしな。壊れる気配ないね。こういう構造物作ればね、どっち使ってもどっち使っても本当に壊れないです、うん、これ。だからこの状態見てるとハイブリッドの方が早く固まっちゃって打つだけでね、感じでね。で粘度低いから、うん、一応巻きやすいってだけで。そうですね、うん、確かに使いやすさはハイブリッド、うん、まあ、あとはどっちどういう風に使うか悩むってだけで、うん、必要にして十分だね、はい、もうこの辺の構造取ってやればね。そうです、うん、この面積だけでこの壊れ方だから。質問しますけど、はい、橋さん丸々とは明らかに違うでしょ。違いますね。パラッと取れたとか取れないとかいうレベルとは。そう
そうですね。OK。いやー、あんまり強いと思わなかった。正直言って。僕もちょっと予想外な、なんか強さ、剥がれにくさ。終わったら自信持って言えるな。うん、それはさ、使い方が良くないんだと思うよ。OK。お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あ、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、強え。どこだけの部分が？お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あー、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、強え。どこだけの部分が多分いけてるんじゃないですか。ガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。オッケーオッケー、はい、じゃあテーブルの上並べてみますか。よいしょ。さあどれから壊しますか。一番壊れそうです。はい。ここもパリって。まあ、ただ普段も作り色は変えましたね。お、強い？え、強い？強い。嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あー、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、強え。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね。この戦場だけだよね。そうですね。嘘。ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね。ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うと、それはやめてくださいってやつだよね。すげえ。納得だよね。今のだったらね。はい、正常に正常で。次から次。なってる？あれ？さっきの感触と違う？どうでしょう？あ、違う？違います。30分違ってるだけなんだっけ？5時なの？これ30分？そう。そのアルミはあったかい？あったかいです。うん。あ、でもなんかベタつきがあるね、どっかね。ベタつきある？あ、ベタつきあるね、まだね。そうですね、うん、まだベタつきありますね。あ、ダメだ。これダメですか？うん、こっち、あ、なんで場所によって、うん、温度が違うからってことかな。混ぜ方悪かった。あの混ぜ方のなんかレクチャーしたんだよね。こう混ぜてってね。はい、うん。なんかまだ甘いような気だね、感じだね、これだとね。甘い。
ところどころなんか粘ってるとこもあるな。なんでだ、ダメだ。やっぱり剥がしはせっかくだから明日もう一回行きます。ミッフィはどうですか、固まってますか。まだ固まってない。柔らかい。そしたらもう明日だね。じゃあ理系剤のあれ効き目が違いが出るか。はい、ラミネート品としては OK？ どう？ベタベタ感はなし？ないです。これぐらい仕上がると真空バッグ。そうですね。どう？真空バッグで気泡はどう？大きな気泡はある？で重量測定と、はい、これの理系剤の効き具合、はい、確認。じゃあ楽しみにしてます。どれから剥離、どれから脱毛しますか。ワックス、はい。おお、おお、ちょっと、OK。行くや。あ、ドキドキするな。最後に持ってこられると。おお、あ、やっぱ PVA が残ってる？そうですね、残ってますね。汚い感じで。おお、ドキドキするな。あ、めっちゃ、あ、めっちゃ楽。目、すごいすごい。音が違う。それは綺麗、汚い方の面だったっけ？あ、そうですね。それはね。はい。はい。オッケー。じゃあ、ドキドキしたな。でもこれワックスうまくあれ効いてる方だよね。このレベルとね、違う？そうですね。うん。ワックス効かなかった時は悲惨だろ。あ、確かに。悲惨経験したことない？あ、一回ある。カレー作る時に一回それになっても全部壊して、うん、ああそう。お、これはよく拭き取ったやつ。そうですよ、うん、おお、どう？ちょっと重い？かかる？変わんない？いや、変わんないですよ。変わんないね、うん。おー、綺麗。自慢だ。表面が出てれば表面の反転面が出る。そうですね。うん。わけが分かんなくなっちゃううちに番号振っとく？脱毛のあれだよな。え、理系抵抗、脱毛抵抗ほとんどやっぱない感じがするね。素直に脱毛できるね、はい。あとは型に残った感じ、あ、型としてのそのアルミの板に残ってる感じはどう？もう PVA が全部あのこっちくっついてきちゃってます。製品の反転面に。
じゃあついでに重量測定までやっちゃう、はい、そのガラスコンテンツがいくつぐらいになるか、いくつになってるか、ちょっと楽しみなんだけど。いいっすか。硬化剤の方はもっと出にくい。はい。うん。なんだっけ？本体の方のお尻をトントントンと叩くとか、なんか、うん、そういう風にやって出さないと出てきません。じゃあ逆に寝かしといてあげようか。もうキャップ取ったらすぐ出てきちゃうよ。あフィルム巻くのが慣れてきたみたいだね。慣れてきたよね。4回目だっけそれで。え？そのぐらいになるよね。うん、慣れてきたんだよ。そうやって巻けよった？よし。あ、そうやって巻きました。6八をバインダーでベースとしてあれでしょ、いや、あの FRP やってみると、あの染み込みの具合とか、ね、あのなんでこうめくれてくるあれとか違うでしょ。粘度高いから、はい、やっぱり弾きしにくいでしょ。その代わりちゃんと断針するかどうか。これでフィルム巻き作業できる頃にはこの紙コップの残りはもう固まり始めて、固まっちゃってるかもしれませんね。あ、つけた。
あ、匂いがしてきたな。もう固まる。熱吹いてきたのか。おー、来た。あ、匂いしますね。匂いするよね。もう動かなくなってる。ね。ちょっとこっち触って。あったかいですね。いや、さ、触れないぐらい熱くなると思う。もうちょっと足して。感じるか。ああ、来てるか。来てる。あ、来ちゃった。どうだったんですか。真ん中から泡吹いてると思う。煙も立ち始めた。そうですね。うん。来た。来た。もうこれは固まってるんですか。固まってる。熱いよ。下触ると。あ、熱い。暑いですね。暑いっすよ。本当に暑い。本当に暑いよ。本当に暑い。ミス触ってたわよ。本当に暑いこれ。触ってた方がいい。本当に暑かったこれ。こいつちょっと高さ。はい、520ハイブリッド。ここですよね。やっぱ暖かくなってますよ。ちゃんと金属のとこはあっちっちぐらいになってます。結構厳重に、うん、ラッピングしてあるね。暑いぐらい。あ、暑いぐらい。ついてない、ちゃんと。ついてない。残念。あ、本当だ。変形してラッピングのあれ不具合。うん、残念。じゃあそれはあれだよね、壊れる時の壊れ方見れるね。 N1OK、 ラッピングしてから万力とかで椅子かなんかでバーッとやった方が良かったですかね。あー、めくれちゃってるんだ。これがラッピングが悪さしてるんだ。残念でした。そうすると多分全部きてるでもこっちはテープで、ガラステープで巻いたのもあるわけでしょ。あります、ね、うん、ガラステープで巻いたのは多分いけてるんじゃないですか。ガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。ダメになってる？いや、いい感じです。さあ、血管が、血管出てないか。あ、そうか、これがこうなってるから、このあれなんだね、歪み出そう、はい、こっちが反対が持ち上がってるんだね、受けにね、悪さしてんだね。そういうことか。そう、出来上がってるか。ダメ？ダメ？膨れてる？ちょっとダメになってる？本当に接着してないところもあるの中で。あ、一部一部。
おう。もうこの一応締め終わり。今時点で終わりです。うん、じゃあそれベストピース並べて確認しながらやりましょうよ。でもうロア落としちゃっていいんだよね、これで。そうですね、もう中入ってるものなし。はい、ね。ああこれは本当に全然接着しろが足んないかもしれないね、うん、残念。ああこっちも接着しろが少ないかもしれないね。これは手で剥がせそうだね。で、あの破壊の界面の、うん、仕方、要するにあの、うん、境界剥離か魚種破壊か母材破壊はちょっと望むべくもないって、母材破壊は無理だ。接着剤がどっちの面についてくるかっていう見極め、あの鉄の方についてくるかカボについてくるか、接着剤真ん中で壊れるかどうか。はあ、オッケーオッケー。じゃあテーブルの上並べてみますか。よいしょ。さあどれから壊しますか。とりあえず一番壊れそうです。ここもパリッて。ただ普段も作る理由は分かりましたね。お、強い。強い。強い。嘘だろ。パリッていかない。嘘だろ。ああ強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強いよ。ああ強い。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね、この戦場だけだよね。そうですね。嘘、ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うとそれはやめてくださいってやつだよね。すげー納得だよね、今のだったらね。はい、次から次。よし、次行こう。手切らないよね。いや俺の方が力ないのに。クレーム担当でちょっと。そうだね。うん、あ、え、カーボンが壊れた境目あたり。カーボン壊した。カーボン壊したお前。トレーニングじゃもう。いいね、接着の仕方を見たいのに。おお。いいね。わっ、つえ魚種範囲だもんね、これね。本当に内側ついてないだけだよね。外側のある N2 だから、 N2 でこれだから十分だよね、はい、うん、一応安定してるってことだもんね。ちょっと僕も予想以上だな。そのあれでカーボンがボキボキ。おお、いいなぁ。なんかただ自分もやりたい。いや、いいなぁ。おお、取れた。やっぱ俺は非力なだけか。そっちについてて、これも、うん、ここだけですね。そこだよね、はい、だからそっちはやっぱ魚種破壊って呼んでいいだろうね。こっちにも少しついてて、でこっちにもついてて、やっぱカーボンの方から。カーボンのこれあのエポキシがやられてる感じだよね。そうですね。ね、
積層したレジンがさ、こう引っ張っちゃってる感じだよね。そうですね。だよね、うん、だからこっちはカーボンが少しついてる、68の材料が。でこれは5520100%、ハイブリッドじゃない、ハイブリッドだっけ、違うよね、これ 100% のやつだよね。こっちは 100% のやつだよね。5520100%だ、でしたっけ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 、どっちかでしたっけ、どっちかが両方ともハイブリッドじゃないパターンでしたっけ。そうですね、そうです、ね、でしたっけ、そうだよね、はい、じゃあこれは5520100%だ、2つが、いや違う、どっちかが、どっちかが、どっちかです、どっちかがどっちか、はい、じゃあそれは見極めよう。でもあのレベルとするとどっちもいいんだよね。でも明らかにこっちの方が強い感じがした。そうでもない、明らかに、ああなるほど、こっちは相当取れなかったですよね。相当取れなかったよね。とどこで見極めするかというと、どこで見極めしよう、色ですかね。いや色はねほとんど変わってないと思う、うん、これが 100% でこっちがハイブリッド。そう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 、ハイブリッドの方がちょっと明るいからそうですねそうかな、ちょほんのちょっとそうかな、これで分かる、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 こっちもちょっと暗くないですか。ちょっとだけかね、分かる。じゃあこのこれとこれが共通、あこれがこっちの方が粘度が低そうな印象、これ違うかな、誘導尋問になっちゃうかな、こっちこんだけビッて垂れてる、こっちは少しとどまってる、うん、なんかこっちがハイブリッドっぽいですね、うん、のような気はするよな。こんだけ樹脂が入ってる、入ってる、流れてる、うん、ハイブリッド。じゃあこれがハイブリッドなのね、色目といい、なんといい、これハイブリッド、こっち濃い、どう、どっちでもいいけど、これが壊れる、壊れ方、こうか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 、開発してる本人が分かんないんだもんなうん、でもなんかこれハイブリッド臭いかね。じゃあそれは後で見極めのテーマにしておきましょう。で温度が低くなってるから、さあこれどうやって壊す絶対手じゃ壊ないうん、壊さなくてももう納得の強さが分かっちゃったみたいな感じだよねそれはそれでね、ハンマーでやったら絶対カーボンが壊れるだけだしね。うん。壊れる気配ないしな。壊れる気配ないね。こういう構造物作ればね。どっち使っても。どっち使っても本当に。うん。壊れないですよ。だからこの状態見てるとハイブリッドの方が早く固まっちゃって打つだけでね。感じでね。で粘度低いから。うん、一応巻きやすいってだけで、そうですね、うん、確かに使いやすさはハイブリッド、うん、まあ、あとはどっちどういうふうに使うか悩むってだけで、うん、必要にして十分だね、はい、もうこの辺の構造取ってやればね、そうです、うん、この面積だけでこの壊れ方だから質問しますけど、はい、橋さん丸々とは明らかに違うでしょ。違いますね、パラッと取れたとか取れないとかいうレベルとは
そうですね。オッケー。いやあんなに強いと思わなかった、正直言って。僕もちょっと予想外な、なんか強さ、剥がれにくさ。こうやったら自信持って言えるな。うん、それはさ、使い方が良くないんだと思うよ。オッケー。お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あ、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。バワー強え。どこだけの部分が作り湯は分かりましたね。いいかね。お、強い。嘘だろ。パリっていかない。嘘だろ。あ、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。バワー強え。どこだけの部分が多分いけてるんじゃないですか。ガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。はあ、オッケーオッケー。はい、じゃあテーブルの上並べてみますか。さあ、どれから壊しますか。とりあえず一番壊れそうです。はい、もパリッて。ただ普段も作り湯は分かりましたけど、お、強い。え、強い。嘘だろ。パリッていかない。嘘だろ。あ、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。バワー強え。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね。この戦場だけだよね。そうですね。嘘。ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うと、それはやめてくださいってやつだよね。すげえ納得だよね、今のだったらね。次から、次。なってる？あれ、さっきの感触と違う？どうでしょう？あ、違う？違います。30分違ってるだけなんだっけ？5時なの？これ30分？そう。そのアルミはあったかい？あったかいです。うん。あ、でもなんかベタつきがあるね、どっかね。ベタつきある？あ、ベタつきあるね、まだね。そうですね、うん、まだベタつきありますね。あ、ダメだ。これダメですか。うん、こっち。あ、なんで場所によって温度が違うからってことかな。混ぜ方悪かった。あの混ぜ方のなんかレクチャーしたんだよね、こう混ぜてってね。はい、うん。なんかまだ甘いような気だね、感じだね、これだとね。甘い。
ところどころなんか粘ってるとこもあるな。なんでだ、ダメだ。やっぱり剥がしはせっかくだから明日もう一回行きます。うん、ミッフィはどうですか、固まってますか。まだ固まってない。柔らかい。そしたらもう明日だね。じゃあ理系剤のあれ効き目が違いが出るか。はい、ラミネート品としては OK？ どう？ベタベタ感はなし？ないです。これぐらい仕上がると真空バッグ。そうですね。どう？真空バッグで気泡はどう？大きな気泡はある？で重量測定と、はい、これの理系剤の効き具合、はい、確認。じゃあ楽しみにしてます。どれから剥離、どれから脱毛しますか。ワックス、はい。おお、おお、ちょっと、OK。いや、あ、ドキドキするな。最後に持ってこられると。おお、やっぱ PVA が残ってる？そうですね、残ってますね。汚い感じで。おお、ドキドキするな。あ、めっちゃ、あれめっちゃ楽。目、すごいすごい。音が違う。それは綺麗、汚い方の面だったっけ？あ、そうですね。それはね。はい。はい。OK。じゃあ、ドキドキしたな。うん、でもこれワックスうまくあれ効いてる方だよね。このレベルだとね、違う？そうですね。うん。ワックス効かなかった時は悲惨だろ。あ、確かに。悲惨経験したことない？あ、一回ある。ある。帰ってくる時に一回それになっても全部壊して。うん、ああ、そう。お、これはよく拭き取ったやつ。そうですね。うん。おお。どう？ちょっと重い？かかる？変わんない？いや、変わんないですよ。変わんないね。うん、きれい、自慢だ。表面が出てれば表面の反転面が出る。そうですね。うん、わけが分かんなくなっちゃううちに番号振っとく。脱毛のあれだよな。え、理系抵抗、脱毛抵抗ほとんどやっぱない感じがするね。素直に脱毛できるね。はい、あとは型に残った感じ、あ、型としてのそのアルミの板に残ってる感じはどう？もう PVA が全部あのこっちくっついてきちゃってます、製品の反転面に。
じゃあついでに重量測定までやっちゃう、はい、そのガラスコンテンツとかいくつぐらいになるか、いくつになってるか、ちょっと楽しみなんだけど。いいっすか。硬化剤の方はもっと出にくい。はい。うん。なんだっけ？本体の方のお尻をトントントンと叩くとか、なんか、うん、そういう風にやって出さないとできません。じゃあ逆に寝かしといてあげようか。もうキャップ取ったらすぐ出てきちゃうよ。あフィルム巻くのが慣れてきたみたいだね。慣れてきたよね。4回目だっけそれで。え？そのぐらいになるよね。うん、慣れてきたんだよ。ちょっと巻きよった。よし。あ、そうやってました。68をバインダーでベースとしてあれでしょ、いや、あの FRP やってみると、あの染み込みの具合とか、ね、あのなんでこうめくれてくるあれとか違うでしょ、粘度高いから、はい、やっぱり弾きしにくいでしょ。その代わりちゃんと断芯するかどうか。これでフィルム巻き作業できる頃にはこの紙コップの残りはもう固まり始めて固まっちゃってるかもしれませんね。つけた。
あ、匂いがしてきたな。もう固まる。熱吹いてきたのか。おお、来た。ああ、匂いしますね。匂いするよね。もう動かなくなってる。ね。じゃあ、こっち触って。あったかいですね。いや、触れないぐらい熱くなると思う。もうちょっと出して。感じるだ。ああ、来てるか。来てる。あ、来ちゃった。どうだったんですか。真ん中から泡吹いてると思う。煙も立ち始めた。そうですね。うん。来た。来た。もうこれは固まってるんですか。固まってる。熱いよ。下触ると。あ、熱い。暑いですね。暑いっすよ。本当に暑い。本当に暑いよ。本当に暑い。ミス触ってた方がいいよ。本当に暑いこれ。触ってた方がいい。本当に暑かった。どれぐらい？こいつちょっと高さで。はい、520ハイブリッド。ここですよね。やっぱ暖かくなってますよ。ちゃんと金属のとこはあっちっちぐらいになってますか。結構厳重に、うん、ラッピングしてあるね。暑いぐらい。あ、暑い。暑いぐらい。あ、ついてない、ちゃんと。ついてない。残念。あ、本当だ。変形してラッピングのあれ不具合。うん。残念。じゃあそれはあれだよね、壊れる時の壊れ方見てるよね。 N1 OK。 ラッピングしてから万力とかで椅子かなんかでバーッとやった方が良かったですかね。あ、めくれちゃってるんだ。これがラッピングが悪さしてるんだ。残念でした。そうすると多分全部来てるでもこっちはテープで、ガラステープで巻いたのもあるわけでしょ。あります、うん、ガラステープで巻いたのが多分いけてるんじゃないですかガラステープで巻いてるのも忘れちゃってるとバカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど ダメになってる？いや、いい感じです。じゃあ血管が、血管出てないか。あ、そうか、これがこうなってるからこのあれなんだね、歪み出そう、はい、こっちが反対が持ち上がってたんだね、受けにね、悪さしてんだね。そういうことか。そう、出来上がってるか。ダメ、ダメ、膨れてる。ちょっとダメになってる。本当に接着してないところもあるの中で。あ、一部一部
おう。もうこの一応締め終わり。今で今時点で終わりです。うん、じゃあそれベストピース並べて確認しながらやりましょうよ。でもうロア落としちゃっていいんだよねこれで。そうですね、もう中入ってるものなし。はい、ね、あ、これは本当に全然接着しろが足んないかもしれないね。うん、残念。あ、こっちも接着しろが少ないかもしれないね。こうやって手で剥がせそうだね。で、あの破壊の界面の、うん、仕方、要するにあの、うん、境界剥離か魚種破壊か母材破壊はちょっと望むべくもないって。母材破壊は無理だ。接着剤がどっちの面についてくるかっていう見極め、あの鉄の方についてくるかカーボンについてくるか、接着剤真ん中で壊れるかどうか。はあ、 OKOK。じゃあテーブルの上並べてみますか。よいしょ。さあどれから壊しますか。一番壊れそうです。パリッて。ただ普段も作り色は分かりましたね。お、強い。え、強い。強い。嘘だろ。パリッていかない。嘘だろ。あ、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないだよ。やらかしましたね。あ、強いよ。なあ、強い。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね、この戦場だけだよね。そうですね。嘘、ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うとそれはやめてくださいってやつだよね。すげえ納得だよね。今のだったらね、はい、次行きましょう。よし、次行こう。手切らないよね。いや俺の方が力ないのに。そのクレーム担当でちょっと。そうだね。うん、あ、え、カーボンが壊れた。境のあたりカーボン壊しちゃった。カーボン壊したお前。トレインやっちゃもう。いいね。接着の仕方を見たいのに。おお。いいね。わっ、強い。魚種破壊だもんね、これね。本当に内側ついてない。だけだよね。外側のある N2 でこれだから十分だよね、はい、うん、一応安定してるってことだもんね。ちょっと僕も予想以上だな。そのあれでカーボンがボキボキ。おー、いいなぁ。なんか、ただ僕も自分もやりたい。いや、いいなぁ。おお、取れた。やっぱ俺は非力なだけ。そっちについてて、これも、うん、ここだけですね。そこだよね、はい、だからそっちはやっぱ魚種破壊って呼んでいいだろうね。こっちにも少しついてて、でこっちにもついてて、やっぱカーボンの方から。カーボンのこれあのエポキシがやられてる感じだよね。そうですね。ね、
積層したレジンがさ、はい、こう引っ張っちゃってる感じだよね。そうですね。だよね、うん、だからこっちはカーボンが少しついてる68の材料が、はい、でこれは5201100%ハイブリッドじゃない、ハイブリッドだっけ、違うよね、これ 100% のやつだよね、こっちは 100% のやつだよね、5201100%だ、でしたっけ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 、どっちかな、でしたっけ、どっちかな、と両方ともハイブリッドじゃないパターンでしたっけ、そうですね、そうです、でしたっけ、そうだよね、じゃあこれは5201100%だ、2つが、いや、違う、どっちかが、どっちかが、どっちかどっちかがどっちか、はい、じゃあそれは見極めよう。でもあのレベルとするとどっちもいいんだよね。でも明らかにこっちの方が強い感じがした。そうでもない？明らかに。ってほど。でこっちは相当取れなかったですよ、ね。相当取れなかったよね。とどこで見極めするかというと、どこで見極めしよう。色ですかね。いや色はねほとんど変わってないと思う。うん。これが 100% でこっちがハイブリッド、そう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 、ハイブリッドの方がちょっと明るいからそうですねそうかなちょっとちょっとそうかな、これで分かる、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 こっちもちょっと暗くないですか、ちょっとだけかね、分かる、じゃあこのこれとこれが共通、あこれがこっちの方が粘度が低そうな印象、これ違うかな、誘導尋問になっちゃうかな、こっちこんだけビッて垂れてる、こっちは少しとどまってる、うん、なんかこっちがハイブリッドっぽいですね、うん、のような気はするよな、こんだけ樹脂が入ってる、入ってる、流れてる、うん、ハイブリッド、じゃあこれがハイブリッドなのね、 色目といい、なんといい、これハイブリッド、こっち濃い、どう、どっちでもいいけど、これが壊れる、壊れ方、こうか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 、開発してる本人が分かんないんだもんなうん、でもなんかこれハイブリッド臭いかね、じゃあそれは後で見極めのテーマにしておきましょう。で温度が低くなってるから、さあこれどうやって壊す絶対手じゃ壊れない、うん、どうするか、壊さなくてももう納得の強さが分かっちゃったみたいな感じだよねそれはそれでねハンマーでやったら絶対カーボンが壊れるだけだしね、うん、壊れる気配ないしな、壊れる気配ないねこういう構造物作ればね、どっち使ってもどっち使っても本当に壊れないですよ、これ。だからこの状態見てるとハイブリッドの方が早く固まっちゃって打つだけでね、うん、感じでね、で粘度低いから、うん、一応巻きやすいってだけで、そうですね、うん、確かに使いやすさはハイブリッド、うん、まあ、あとはどっちどういうふうに使うか悩むってだけで、うん、必要にして十分だね、はい、もうこの辺の構造取ってやればね、そうです、うん、この面積だけでこの壊れ方だけあの質問しますけど、はい、橋さん〇〇とは明らかに違うでしょ、違いますね、パラッと取れたとか取れないとかいうレベルとは
そうですね。オッケー。いやー、あんなに強いと思わなかった、正直言って。僕もちょっと予想外な、なんか強さ、剥がれにくさ。終わったら自信持って言えるな、うん、それはさ、使い方が良くないんだと思うよ、つって OK。 作り色分かりましたね。いいかね。お、強い。え、強い。強い。嘘だろ。パリっていかない。嘘だろ。あー、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。うん、あー、強い。どこだけの部分が作り色分かりましたね。お、強い。え、強い。嘘だろ。パリっていかない。嘘だろ。あー、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強いよ。うん、あー、強い。どこだけの部分が多分いけてるんじゃないですかガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど、はあ、オッケーオッケー、はい、じゃあテーブルの上並べてみますか。さあ、どれから壊しますか。一番壊れそう。はい。これもパリって。まあ、ただ普段も作り色分かりましたね。いいかね。お、強い。え、強い。強い。嘘だろ。パリっていかない。嘘だろ。あー、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、強え。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね。この線上だけだよね。そうですね。嘘。ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね。ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うと、それはやめてくださいってやつだよね。すげえ。納得だよね。今のだったらね。次から次。次あれから。なってる？あれ？さっきの感触と違う？どうでしょう？あ、違う？違います。30分違ってるだけなんだっけ？5時半？これ30分？そう。そのアルミはあったかい？あったかいです。うん。あ、でもなんかベタつきがあるね、どっかね。ベタつきある？あ、ベタつきあるね、まだね。そうですね、うん、まだベタつきありますね。あ、ダメだ。こだ、ダメですか。うん、こっち、パラーなんで場所によって温度が違うからってことかな。混ぜ方悪かったあの、混ぜ方のなんかレクチャーしたんだよね、こう混ぜてってね。はい、うん、なんかまだ甘いような気だね、感じだね、これだとね。甘い。
ところどころなんか粘ってるとこもあるな。なんでだ、ダメだ。やっぱり剥がしはせっかくだから明日もう一回行きます。ミッフィーはどうですか、固まってますか。まだ固まってない。柔らかい。そしたらもう明日だね。じゃあ理系剤のあれ効き目が違いが出るか。はい、ラミネート品としては OK？ どう？ベタベタ感はなし？ないです。これぐらい仕上がるとシンクバッグ。そうですね。どう？シンクバッグで気泡はどう？大きな気泡はある？で重量測定と、はい、これの理系剤の効き具合、はい、確認。じゃあ楽しみにしてます。どれから剥離、どれから脱毛しますか。ワックス、はい、おお。おお、ちょっと、OK。あ、ドキドキするな、最後に持ってこられると。おお、やっぱ PVA が残ってる？そうですね、残ってますね。汚い感じで。うん、おお、ドキドキするな。あ、めっちゃ、あれめっちゃ楽。目、すごいすごい。音が違う。それは綺麗、汚い方の面だったっけ？あ、そうですね。それはね。はい。はい。OK。じゃあ、はい。ドキドキしたな。うん、でもこれワックスうまくあれ効いてる方だよね。このレベルだとね、違う？そうですね。うん。ワックス効かなかった時は悲惨だろ。あ、確かに。悲惨経験したことない？あ、一回あります。ある？カレー作る時に一回それになっても全部壊して。うん、ああ、そう。お、これはよく拭き取ったやつ。そうですね。うん。おお。どう？ちょっと重い？かかる？変わんない？いや、変わんないですよ。変わんないね。うん、きれい、自慢だ。表面が出てれば表面の反転面が出る。そうですね、うん、わけが分かんなくなっちゃううちに番号振っとく。やっぱ脱毛のあれだよな。え、理系抵抗、脱毛抵抗ほとんどやっぱない感じがするね。素直に脱毛できるね、はい、あとは型に残った感じ、あ、型としてのそのアルミの板に残ってる感じはどう？もう PVA が全部あのこっちはくっついてきちゃってます。製品の反転面に。
じゃあついでに重量測定までやっちゃう、はい、うん、そのガラスコンテンツとかいくつぐらいになるか、いくつになってるか、ちょっと楽しみなんだけど。いいっすか。4.7 で何倍 6.1 で 6.0 5.3 で硬化剤の方はもっと出にくい、はい、うん、なんだっけ、本体の方のお尻をトントントンと叩くとか、なんか、うん、そういう風にやって出さないと出てきません。じゃあ逆に寝かしといてあげようか。もうキャップ取ったらすぐ出てきちゃうよ。あフィルム巻くのが慣れてきたみたいだね。慣れてきたよね。4回目だっけそれで。え？そのぐらいになるよね。うん、慣れてきたんだよ。ちょっと巻けよった。よし。あ、そうやって巻きました。6月をバインダーでベースとしてあれでしょ、いや、あの FRP やってみると、染み込みの具合とか、ね、なんでこうめくれてくるあれとか違うでしょ。粘度高いから、はい、やっぱり弾きしにくいでしょ。その代わりちゃんと断針するかどうか。それでフィルム巻き作業できる頃にはこの紙コップの残りはもう固まり始めて固まっちゃってるかもしれませんね。もうつけました。あ、つけた。
匂いがしてきたな。もう固まる、熱吹いてきたんか。おお、来た。ああ、匂いしますね。匂いするよね。もう動かなくなってる。ね。じゃあこっち座って。あったかいですね。いや、さ、触れないぐらい熱くなると思う。もうちょっと足して。感じるだ。ああ、来てるか。あ、来ちゃった。どうだったんですか。真ん中から泡吹いてると思う。煙も立ち始めた。そうですね。うん、来た。来た。もうこれは固まってるんですか。固まってる。熱いよ。下触ると。あ、熱い。暑いですね。暑いっすよ。本当に暑い。本当に暑いよ。本当に暑い。ミス触ってた方がいいよ。本当に暑いこれ。触ってた方がいい。本当に暑かったこれ。こいつちょっと待って。はい、520ハイブリッド。ここですよね。やっぱ暖かくなってます。ちゃんと金属のとこはあっちっちぐらいになってますか。結構厳重に、うん、ラッピングしてあるね。暑いぐらい。あ、暑いぐらい。あ、ついてない、ちゃんと。ついてない。残念。あ、本当だ。変形してラッピングのあれ不具合。うん、残念。じゃあそれはあれだよね、壊れる時の壊れ方を見ればいいよね。 N1 OK。 ラッピングしてから万力っぱで椅子かなんかでバーッてやった方が良かったですかね。あ、めくれちゃってるんだ。これがラッピングが悪さしてるんだ。残念でした。そうすると多分全部きてるでもこっちはテープで、ガラステープで巻いたのもあるわけでしょ。あります。うん、ガラステープで巻いたのが多分いけてるんじゃないですかガラステープで巻いてるのも膨れちゃってるとバカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど ダメになってる。いや、いい感じです。じゃあ血管が、血管出てないか。あ、そうか。これがこうなってるから、このあれなんだね。歪みでそう、はい。こっちが反対が持ち上がってるんだね。受けにね。悪さしてんだね。そういうことか。そう。出来上がってるか。ダメ？ダメ？膨れてる？ちょっと。ちょっとダメになってる。本当に接着してないところもあるの中で。あ、一部一部。おう
もうこの一応締め終わり今時点で終わりです、うん、じゃあそれテストピース並べて確認しながらやりましょうよ。でもうロア落としちゃっていいんだよねこれで。そうですね、もう中入ってるものなし、はいね、あ、これは本当に全然接着しろが足んないかもしれないね、うん、残念。あ、こっちも接着しろが少ないかもしれないね。こうやって手で剥がせそうだね。で、あの破壊の界面の仕方、要するにあの境界剥離か魚種破壊か母材破壊はちょっと望むべくもないって、母材破壊は無理だ接着剤がどっちの面についてくるかっていう見極め、あの鉄の方についてくるかカーボンについてくるか、接着剤真ん中で壊れるかどうか。はあ、オッケーオッケー、じゃあテーブルの上並べてみますか。よいしょ。さあどれから壊しますか。一番壊れそうです。はい。もうパリって。まあ、ただ普段も作り色は変えました、ね。お強い？え強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あ強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ強いよ。なあ、うん、あ強い。どこだけの部分がついてた？こことここだけ。あとここら辺だけ。そう強いね。ここだけだよね、この線上だけだよね。そうですね。嘘、ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うとそれはやめてくださいってやつだよね。すげえ納得だよね。納得、今のだったらね、はい、次行きましょう。よし次行こう。手切らないよね、はい。いや俺の方が力ないのに。クレーム担当でちょっと。そうだね。うん、あ違う。え？カーボンが壊れた？境目あたり。カーボン壊した。カーボン壊したお前。トレイヤーじゃもう。いいね。接着の仕方を見たいのに。おお。いいね。わっ、強い。魚種破壊だもんね、これね。本当に内側ついてない。だけだよね。外側のある。N2 だから、N2 でこれだから十分だよね。うん。うん、一応安定してるってことだもんね。ちょっと僕も予想以上だな。そのあれで。カーボンがボキボキ。おわいいなぁ。なんか、んただ、僕も自分もやりたい。いや、いいなぁ。おぉ、取れた。やっぱ、これが非力なだけか。そっちについてて、ここだけですね。そこだよね。はい、だから、そっちは、やっぱ、魚種破壊って呼んでいいだろうね。こっちにも少しついてて、でこっちにもついてて、やっぱカーボンの方から、カーボンのこれあのエポキシがやられてる感じだよね。そうですね。ね、積層したレジンがさ、こう引っ張っちゃってる感じだよね。そうですね。
だよね、うん、だからこっちはカーボンが少しついてる68の材料が、でこれは5520100%ハイブリッドじゃない、ハイブリッドだっけ、違うよね、これ 100% のやつだよね、こっちは 100% のやつだよね、5520100%でしたっけ、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 どっちかでしたっけ、どっちかっと両方ともハイブリッドじゃないパターンでしたっけ、そうですね、そうです、でしたっけ、はい、そうだよね、はい、じゃあこれは5520100%だ、2つが、いや違う、どっちかが、どっちかが、どっちかです、どっちかがどっちか、はい、じゃあそれは見極めよう、でもあのレベルとするとどっちもいいんだよね、でも明らかにこっちの方が強い感じがした、そうでもない、明らかに、ああってほど、でこっちは相当取れなかったですよね、相当取れなかったよね、どこで見極めするかというと、どこで見極めしよう、色ですかね、いや色はねほとんど変わってないと思う、うん、これが 100% でこっちがハイブリッド、そう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 、ハイブリッドの方がちょっと明るいからね、そうですねそうかな、ちょほんのちょっとそうかな、これで分かる、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 こっちもちょっと暗くないですか、ちょっとだけかね、分かる、じゃあこのこれとこれが共通、あこれがこっちの方が粘度が低そうな印象、これ違うかな、誘導尋問になっちゃうかな、こっちこんだけビッて垂れてる、こっちは少しとどまってる、うん、なんかこっちがハイブリッドっぽいですね、うん、のような気はするよな、こんだけ樹脂が入ってる、入ってる、流れてる、うん、ハイブリッド、じゃあこれがハイブリッドなのかね、色目といい、なんといい、これハイブリッド、こっち濃い、どう、どっちでもいいけど、これが壊れる、壊れ方、こうか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 、開発してる本人が分かんないんだもんな、うん、でもなんかこれハイブリッド臭いかね、じゃあそれは後で見極めのテーマにしておきましょう、で温度が低くなってるから、さあこれどうやって壊す、絶対手で壊れない、壊さなくてももう納得の強さが分かっちゃったみたいな感じだよね、そらそれでね、ハンマーでやったら絶対カーボンが壊れるだけだしね、うん、壊れる気配ないしな、壊れる気配ないねこういう構造物作ればね、どっち使ってもどっち使っても本当に、うん、壊れないですね、だからこの状態見てるとハイブリッドの方が早く固まっちゃって打つだけでね、感じでね、で粘度低いから、うん、一応巻きやすいってだけで、そうですね、うん、確かに使いやすさはハイブリッド、うん、まああとはどっちどういう風に使うか悩むってだけで、うん、必要にして十分だね、はい、もうこの辺の構造取ってやればね、そうです、うん、この面積だけでこの壊れ方だけあの質問しますけど、はい、橋さん〇〇とは明らかに違うでしょ、違いますね、パラッと取れたとか取れないとかいうレベルとは、そうですね、 OK、 いやー
あんまり強いと思わなかった、正直言って。僕もちょっと予想外の、なんか強さ、剥がれにくさ。終わったら自信持って言えるな、うん、それはさ、使い方が良くないんだと思うよ、つって。OK。 お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あー、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。バーツ。どこだけの部分が？お、強い？え、強い？嘘だろ？パリっていかない。嘘だろ？あー、強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ？手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。バーツ。どこだけの部分が多分いけてるんじゃないですか。ガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。はあ、オッケーオッケー、はい、じゃあテーブルの上並べてみますか。さあ、どれから壊しますか。一番壊れそう。普段も作り色分かりました。お、強い。え、強い。嘘だろ。パリっていかない。嘘だろ。あー、強いじゃん。え、そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強えよ。あ、強え。どこだけの部分がついてた。こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね。この線上だけだよね。そうですね。嘘。ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うと、それはやめてくださいってやつだよね。すげえ。納得だよね。今のだったらね。はい、次から次。なってる？あれ、さっきの感触と違う？どうでしょう？あ、違う？違います。30分違ってるだけなんだっけ？5時半？これ30分？そう。そのアルミはあったかい？あったかいです、うん、あ、でもなんかベタつきがあるね、どっかね。ベタつきある？あ、ベタつきあるね、まだね。そうですね、うん、まだベタつきありますね。あ、ダメだ。こ、ダメですか。うん、こっち、あ、なんで場所によって温度が違うからってことかな。混ぜ方悪かった。あの、混ぜ方のなんかレクチャーしたんだよね。こう混ぜてってね。はい、うん、なんかまだ甘いような気だね、感じだね、これだとね。甘い。ところどころなんか粘ってるとこもあるな。なんでだ、うん、ダメだ。
やっぱり剥がしはせっかくだから明日。もう一回行きます、うん。ミッフィはどうですか。固まってますか。まだ固まってない。柔らかい。そしたらもう明日だね。じゃあ理系剤のあれ効き目が違いが出るか。はい。ラミネート品としては OK？ どう？ベタベタ感はなし？ないです。これぐらい仕上がるとシンクバッグ。そうですね。どう？シンクバッグで気泡はどう？大きな気泡はある？で、重量測定と、はい、これの理系剤の効き具合、はい、確認。じゃあ楽しみにしてます。どれから剥離、どれから脱毛しますか。ワックス、はい。おお。おお、ちょっと、OK。行くや。あ、ドキドキするな。最後に持ってこられると。おお、あ、やっぱ PVA が残ってる？そうですね、残ってますね。汚い感じで。うん、おお、ドキドキするな。あ、めっちゃ、あれめっちゃ楽。すごいすごい。音が違う。それは汚い方の面だったっけ。あ、そうですね。それはね。はい。はい、OK。じゃあ、はい。ドキドキしたな、うん。でもこれ、ワックスうまく、あれ効いてる方だよね。このレベルだとね。違う？そうですね。うん。ワックス効かなかった時は悲惨だろ。あ、確かに。悲惨経験したことない？あ、一回ある。カレー作る時に一回それになっても全部壊して、うん、ああ、そう。お、これはよく拭き取ったやつ。そうですね、うん。おお、どう？ちょっと重い？かかる？変わんない？いや、変わんないですよ。変わんないね、うん。おー、きれい。自慢だ。表面が出てれば表面の反転面が出る。そうですね、うん。わけが分かんなくなっちゃううちに番号振っとく。やっぱ脱毛のあれだよな。え、理系抵抗、脱毛抵抗ほとんどやっぱない感じがするね。素直に脱毛できるね、はい。あとは型に残った感じ、あ、型としてのそのアルミの板に残ってる感じはどう？もう PVA が全部あのこっちくっついてきちゃってます。製品の反転面に。じゃあついでに重量測定までやっちゃう、はい、うん。そのガラスコンテンツがいくつぐらいになるか。
いくつになってるかちょっと楽しみなんだけど。いいっすか。4.7 で何倍 6.1 で 6.0 5.3 で硬化剤の方はもっと出にくい、はい、うん、なんだっけ、本体の方のお尻、はい、こうトントントンと叩くとかなんか、うん、そういう風にやって出さないと出てきません。じゃあ逆に寝かしといてあげようか。もうキャップ取ったらすぐ出てきちゃうよ。あフィルム巻くのが慣れてきたみたいだね。慣れてきたよね。4回目だっけそれで。え？そのぐらいになるよね。うん、慣れてきたんだよ。ちょっと巻けよった。よし。あ、設定しました。6八をバインダーでベースとしてあれでしょ、いや、あの FRP やってみると、あの染み込みの具合とか、ね、あのなんでこうめくれてくるあれとか違うでしょ。粘度高いから、はい、やっぱり弾きしにくいでしょ。その代わりちゃんと断針するかどうか。これでフィルム巻き作業できる頃にはこの紙コップの残りはもう固まり始めて固まっちゃってるかもしれませんね。あ、つけた。
匂いがしてきたな。もう固まる、熱吹いてきたのか。あー来た。あー匂いしますね。匂いするよね。もう動かなくなってるね。じゃあこっち去って。あったかいですね。いや、さ触れないぐらい熱くなると思う。もうちょっと出して、感じるだ。ああ来てるか。来てる。あ、来ちゃった。どうだったんですか。真ん中から泡吹いてると思う。煙も立ち始めた。そうですね。うん。来た。来た。もうこれは固まってる。固まってる。熱いよ。下触ると。あ、熱い。暑いですね。暑いっすよ。本当に暑い。本当に暑いよ。本当に暑い。ミスター、触っとった方がいいよ。本当に暑いこれ。触ってた方がいい。本当に暑かったよこれ。こいつちょっと溶かしちゃって。520ハイブリッド。ここですよね。やっぱ暖かくなってますちゃんと。金属のとこはあっちっちぐらいになってますか。結構厳重にラッピングしてあるね。熱いぐらい。あ、熱いぐらい。ついてない、ちゃんと。ついてない。残念。ああ、本当だ。変形してラッピングのあれ不具合。うん。残念。おい。じゃあそれはあれだよね、壊れる時の壊れ方見れるね。 N1OK、 ラッピングしてから万力一歩で椅子かなんかでバーッてやった方が良かったね。あー、めくれちゃってるんだこれが。ラッピングが悪さしてるんだ。残念でした。そうすると多分全部きてるでもこっちはテープで、ガラステープで巻いたのもあるわけでしょ。あります、うん、ガラステープで巻いたのが多分いけてるんじゃないですかガラステープで巻いてるのも膨れちゃってると、バカ野郎ってなっちゃうかもしれないけど。ダメになってる？いや、いい感じです。じゃあ、血管が、血管出てないか。あ、そうか。これがこうなってるから、このあれなんだね、歪み出そう、はい、こっちが反対が持ち上がってるんだね。受けにね、悪さしてんだね。そういうことか。そう、出来上がってるか。ダメ？ダメ？膨れてる？ちょっとダメ乗ってる？本当に接着してないところもあるの中で。一部一部。おう。
もうこの一応締め終わり今で今時点で終わりです、うん、じゃあそれベストピース並べて確認しながらやりましょうよ。でもうロア落としちゃっていいんだよねこれで。そうですね、もう中入ってるものなし、はいね、あ、これは本当に全然接着しろが足んないかもしれないね、うん、残念。あ、こっちも接着しろが少ないかもしれないね。こうやって手で剥がせそうだね。で、あの破壊の界面の、うん、仕方、要するにあの、うん、境界剥離か魚種破壊か母材破壊はちょっと望むべくもないって、母材破壊は無理だ接着剤がどっちの面についてくるかっていう見極め、あの鉄の方についてくるかカーボンについてくるか、接着剤真ん中で壊れるかどうか。はあ、OKOK、じゃあテーブルの上並べてみますか。よいしょ。さあどれから壊しますか。一番壊れそうです。パリッて。ただ普段も作り色を変えましたね。お、強い。嘘だろ。パリッていかない。嘘だろ。ああ強いじゃん。え？そんだけだよ。嘘だろ。手切らないでよ。やらかしましたね。あ、強いよ。なあ、強い。どこだけの部分がついてた？こことここだけ。あとここら辺だけ。そう、強いね。ここだけだよね、この線上だけだよね。そうですね。うそ、ここ全部もうついてないんだもんね。そうですね、ついてなかったですね。これ本当にここだけですよね。本当にここだけだよね。それ接着剤メーカーって言うとそれはやめてくださいってやつだよね。すげえ納得だよね、今のだったらね、はい、次行きましょう。よし、次行こう。手切らないよね、はい。いや、俺の方が力ないのに。クレーム担当でちょっと。そうだね。うん、あ、違う。え、カーボンが壊れた境目あたりカーボン壊したカーボン壊したお前トレイヤーじゃん、もういいね。接着の仕方を見たいのに。おお、いいね。わっ、つえ魚種範囲だもんね、これね。本当に内側ついてないだけだよね。外側のある N2 でこれだから十分だよね、はい、うん、一応安定してるってことだもんね。ちょっと僕も予想以上だなそのあれでカーボンがボキボキ。おー、いいなぁ。なんか、ただ僕も自分もやりたい。いや、いいなぁ。おお、取れた。やっぱ俺は悲劇なだけか。そっちについてて、これも、うん、こんなここだけですね。そこだよね、はい、だからそっちはやっぱ魚種破壊って呼んでいいだろうね。こっちにも少しついてて、でこっちにもついてて、やっぱカーボンの方から。カーボンのこれあのエポキシがやられてる感じだよね。そうですね。ね、積層したレジンがさ、はい、を引っ張っちゃってる感じだよね。そうですね。
だよね、うん、だからこっちはカーボンが少しついてる68の材料がで、これは5520100% ハイブリッドじゃない、ハイブリッドだっけ、違うよね、これ 100% のやつだよね、こっちは多分 100% のやつだよね、5520100%だ、でしたっけ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 、どっちかでしたっけ、どっちかが両方ともハイブリッドじゃないパターンでしたっけ、そうですね、そうです、でしたっけ、そうだよね、じゃあこれは5520100%だ、2つが、いや違う、どっちかが、どっちかが、どっちかです、どっちかがどっちか、はい、じゃあそれは見極めよう、でもあのレベルとするとどっちもいいんだよね、でも明らかにこっちの方が強い感じがした、そうでもない、明らかに、あってほど、でこっちは相当取れなかったですよね、相当取れなかったよね、とどこで見極めするかというと、どこで見極めしよう、色ですかね、いや色はねほとんど変わってないと思う、うん、これが 100% でこっちがハイブリッド、そう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 、ハイブリッドの方がちょっと明るいから、そうですねそうかな、ちょほんのちょっとそうかな、これで分かる、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 こっちもちょっと暗くないですか、ちょっとだけかね、分かる、じゃあこのこれとこれが共通、あこれがこっちの方が粘度が低そうな印象、これ違うかな、誘導尋問になっちゃうかな、こっちこんだけビッて垂れてる、こっちは少しとどまってる、うん、なんかこっちがハイブリッドっぽいですね、うん、のような気はするよな、こんだけ樹脂が入ってる、入ってる、流れてる、うん、ハイブリッド、じゃあこれがハイブリッドなのね、 色目といい、なんといい、これハイブリッド、こっち濃い、どう、どっちでもいいけど、これが壊れる、壊れ方、こうか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 、開発してる本人が分かんないんだもんな、うん、でもなんかこれハイブリッド臭いかね、じゃあそれは後で見極めのテーマにしておきましょう、で温度が低くなってるから、さあこれどうやって壊す、絶対手じゃ壊ない、壊さなくてももう納得の強さが分かっちゃったみたいな感じだよねそれはそれでね、ハンマーでやったら絶対カーボンが壊れるだけだしね、うん、壊れる気配ないしな、壊れる気配ないねこういう構造物作ればね、どっち使ってもどっち使っても本当に壊れないです、うん、これだからこの状態見てるとハイブリッドの方が早く固まっちゃって打つだけでね、感じでね、で粘度低いから、うん、一応巻きやすいってだけで、そうですね、うん、確かに使いやすさはハイブリッド、うん、まあ、あとはどっちどういう風に使うか悩むってだけで、うん、必要にして十分だね、はい、もうこの辺の構造取ってやればね、そうです、うん、この面積だけでこの壊れ方だから質問しますけど、はい、橋さん丸々とは明らかに違うでしょ、違いますね、パラッと取れたとか取れないとかいうレベルとはそうです、ね、OK、
いやあんまり強いと思わなかった、正直言って。僕もちょっと予想外な、なんか強さ、剥がれにくさ。俺だったら自信持って言えるな、うん、それはさ、使い方が良くないんだと思うよ